どうも、おいちです。今回は集中力について話をしていきます。まず大前提として、集中力は上げていくものではなくてコントロールするものです。集中力がなくてダメだ。そんな風に悩んでる方も多いかと思うんですが、集中力がない、つまり能力が低いわけではなくて、コントロールする術、つまり技術を知らないだけです。その技術さえ知っておけば、ちゃんと皆さんが集中力をうまくコントロールすることはできますので、ぜひねこの動画参考にしてみてください。まず一つ目は、勉強時間だけで計画を立ててはダメです。必ず計画を立てるときは目安として時間は必要ですよね。今日は数学を1時間、英語を1時間、理科を1時間というふうにしたいと思うんです。でも数学を1時間、もっと分割して数学を30分30分に分けてほしいんですけど、30分数学やろうと思ったら、この30分でどれくらい進めるかっていう量で必ず設定します。でその量が自分の中で、ここまでは絶対にやりきることができる、やりきらなきゃじゃないです、やりきることができるって前のめりになる、その量で設定してあげる。それが早く終わっても構わないんです。量を盛りだくさんにして欲張るから後半だらけるんです。そうなるぐらいだったら、だらける前に、で人は目の前の科目に飽きちゃうので、基本的にはだから飽きが来る前に科目を切り替えたいんです。その方が効率がいいから。だから必ずやり始める前に、このワークのこのページまでだったらいけそうって思うところまで設定して、それでやりきったら休憩で、違う科目の目標を立ててやりきったら休憩みたいなテンポでやっていくといいです。ちなみに小技として、終わるときに中途半端に終わらせるという技があります。これは全員が全員共通するとは思ってないんですけども、例えば数学のワーク、大体こうキリがよく終わりますよね。そこで終わらせるんじゃなくて、その後のページの 2,3 問先にやっておくんです。めちゃめちゃ中途半端でしょ。でそこで逆に終わらせておくと、うわ気持ち悪い、続きやらなきゃって意外となります。 ちなみに私はなります、結構。でもみんながみんなではないと思うんですけども、一個の小技としてはありますので、ぜひ覚えておきましょう。ちなみにこれは技術面ではないんですが、自分は集中力がないんだとか、やってもどうせ成績が伸びないんだっていうネガティブな思い込みをしている方は、今すぐにやめましょう。ただネガティブの思い込みをやめるって簡単ではないですよね。私もそのタイプなんで、すごくわかります。ただ例えば勉強してもどうせダメなんだろうなと思っちゃう自分がいてもいいんです。なくならなくてもいい、でもいてもいい。ただこの反対側にいる、やったらきっと伸びるはずだ、だから頑張ろうっていう、天使と悪魔みたいな感じです。それを両方いる状態にしてください。これが悪魔だけの状態だと効率が悪くなるし、定着率も下がるんです。全体的なパフォーマンスも下がってしまうので、必ず頑張って心の中で粘って天使をいさせてください。天使と悪魔が両方いる状態、そんなメンタルでやるといいです。次に、休憩に入る前に休憩後にやるものをより具体的に決めておきましょう。例えば今は数学の勉強をしてました、で休憩後は英語に変えようと思った時に、科目とかで英語を頑張ろうと決める方はいると思うんですけど、そうじゃなくて、英語のこのワークのこのページのこの問題からスタートするっていうのを具体的に決めておくんです。だから次休憩が終わった時に、何やろっかなっていう時間を省いてほしい。その時間があるだけでもスタートが出遅れます。だからこの問題って決めておけば、座った瞬間、つまりアラームとか鳴って休憩が終わったタイミングで、よしこの問題始めようっていうすんなり入っていくことができますので、必ず休憩が入る前に、休憩に入る前に次のスタートをより具体的に決めておきましょう。休憩の時に軽い運動をするのもおすすめです。筋トレとかね、ハードにやりすぎると疲れ切ってしまうとは思うんですけども、例えば散歩に行ったりとか、私みたいに無意味にねジャンプしてみたりとか、筋トレでこう懸垂してみたりとかね、いろいろやり方はあると思うんですが、軽く体を動かすのもかなりねリフレッシュになりますので、ぜひねおすすめですね、やってみてください。そして最後に、もし皆さんの周りで頑張ってるとか努力をしているって意味で憧れる方がもしいらっしゃれば、これはリアルの人でもいいですし、例えば漫画とかアニメの中の世界の登場人物でも構わないです。そういった方がいらっしゃったら、例えば勉強しててちょっとなんか噛み合わなくなった時とか、気持ちが落ち込んだ時に、あの人だったらどうするかなって考えてください。その人を置き換えるんです、自分に。できっとそしたら、あの人だったらこう考えるはずだとか、あの人だったらこうやるはずだって思うと思うんです。そこに感化されて、よしもうちょっと踏ん張ってみようって思うこともできますので、もしねそういう方がいらっしゃるんであれば、その方を置き換えて考えてみるのも一個ね、こうギアがもう一個上がるきっかけになりますので、ぜひやってみてください。はい、ということで今週もここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね来週の月曜日に何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それではね、今週1週間が皆さんが先週よりもいい集中力ができたなというね状態で過ごせることを心から願っておりますので、ぜひね今週も1週間お互い頑張っていきましょう。それじゃまたね、バイバイ。